が街の元気を応援します。いつでもそばにいるからできる提案があります。シンキンはあなたに一番近い最も頼りになるパートナーでありたいと願っています。いつも一番信用金庫。シンキンは北海道のスポーツシーンを応援しています。君を愛してる。7回の表まで終わって4対1、守ろう。
張ってもらって僕は良かったもんね。次に繋がり引っ張ってくれたんであればね、はい、知り合いに良くなりましたが、次の登板の先発1回の表ですね、相手のマウンド、はい、こういう人は投げやすいです、はい、3球になりました、頼り3本です。3球4人ぐらいで変わってると頭が整理されないままにマウンド上がらないといけないな、はい、はい、そのまま1回目です。なるほど、はい、はい、平松が6回4失点でマウンドを置きました。この7回は船森が上がっています。2番3番を取って2アウトランナーなし、4番ローズに2エンドバン、足を上げて4球目内角されました、ファールボール、低方向へゴロ、スープは1番ボール変わりません。そしてグリーンも戻ってくるというファイターズ、この2人が本来の力を発揮してくれればね、クライマックスシリーズ安泰ですね、ファイターズ。いやいや、まあクライマックス、そのレギュラーシーズンね、ダルビッシュがいないという時でもかなりね、頼もしいんですけどもね。首位西武に 2.5 ゲーム差のファイターズ、10エンドは5球目投げました、ストップボール、レクセボールです。HBC プロ野球速報です。その首位の西武、16対0とリードを許し、ロッテ打線が派遣しています。16対0、渡辺俊輔は完封ペースで投げ続けています。西武は現在、星野が投げています。19から6球目、投げました、打ちました。ファウルボール、三振方向、ツーストライク、ツーボール変わりません。昨日は西武が17対10でロッテを下し、大変なゲームだったんですけども、今日は16対0でロッテが、はい、島丸です。結構見てる方も低いですよ ね日曜日のデイゲーム、もちろん千葉ロッテファンの方も熱いのですが、京都ドームは4対1決めるオリックスリード、スーツから7球目投げました、ボックスショートバンドになりました、キャッチャー取ることができません、スーツリード。そして HBC のプロ野球ところになります、横浜スタジアムスリーグのゲーム、2対1と横浜が巨人をリードしています。吉村に8号ホームラン、そして市川に点差へ点差で描いています。次は木村拓哉のセンターへのタイムリー、対し横浜がリード、横浜ウィリアム巨人ワンサイドから投げています。ツーアウトランナーの7回裏、8球目投げました、ボール、フォアボールです。ボールが歩きます、ツーアウト1塁。この回からマウンドに上がりました金森、2番3番を打ち取ったんですが、ローズ追い込みながらもフォアボールを出しました。最後のもバラついてましたね。バラついたよりも決め球がちょっと見当たらなかったですね。決め球見当たらない時っていうのは、まあ、できたら低めに投げればよかったんでしょうけれどもね。